まあ、もう全然慣れたわ、このビジュアル。まあ。眉うん、眉。好的，我是月桂，又到了我们家名菜时间。今天做一个啊，不是不是，今天不做饭，今天是我蹭的饭啊，是从研修生朋友他那儿蹭的那个，五谷鸡爪和面藕和，油葱油饼，然后我们自己家又准备了一个章鱼小丸子，一个炸鸡块，全是碳水化合物的爆炸体。今天啊，今天就让我老婆尝一下五谷鸡爪。和面藕，面藕他自己第一次吃五谷鸡爪的话，应该是没有那种感觉。一会儿看一下我老婆吃五谷鸡爪的表情，开饭。キュウリ来たか？まいや、もうすぐ切れるやんキュウリ。食べる？キュウリ。食べるキーちゃんキュウリ。我老婆要再拍个黄瓜。再切个西瓜。再切个鸡腿。再切个鸡腿。我跟小孩来剪子布，我怎么输？我太不是，我是不是太菜了？用带用带用，给你哟。这个小孩，阿卡，你点，你看，你看，点哪哟？点哪哟？没有，没有，没有。食べる？这。食べる？食べる？哎哎，入れた。どうぞ。让我老婆尝一尝五谷鸡爪，看，这是我蹭的。米さん、これ食べてみ。いいよ。うん、でもいい。いただきます。まあ、もう全然慣れたわこのビジュアル。あ、切れも入ってるやんちゃんと。なんか骨取ってあるってことこの辺。お、食べやすい。まあ。眉うん、眉ママ飲み物欲しい。美味しい。好吃。すごく。好吃吗？很好吃。ものすごく美味しい。うん、すごく美味しい。美味しい。ん？これ。あ、これ食べたいソース。うん。美味しいでしょ？美味しいし食べやすい。好吃吧？告诉你好吃。わ、でっけー。これ。唐揚げ。私普通に煮込むやつより、このサラダっぽく、酸っぱ辛くしてある方が好き。今度まで作るわ。作れんの？骨取るの大変やけど。前料理でさ、結構時間がかかる？ソウさんたちと。うん。食べ放題でした時に出してくれたよ、これ同じようなやつ。でも骨ついてるよ。うん。看上五谷鸡爪还是无敌的，我老婆连续在说好吃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 。你咬嘴了。我全部食べるの？すごい。普通に人が作ったの、人っていうか。うん、何で煮込んで。お店の人とかじゃなくて。これ家庭で作れる、ちょっとつけていい？家庭で作れるの、これ。すごいでしょ？食べてみ。俺、その地方しかないけど、私、初めて見た。おう。蜂の巣ってどこ、これ。レンコン。麦で作ったのレンコン。蜂の巣みたい。小麦ね。あれ、動物の内臓じゃないの。え、小麦で作ったやつで。何？そうなん？何で作るのこれ。おいしい。パパ作れへんよ、絶対。めっちゃ弾力があるんやと思っとった、ホルモンだよ。こんなに大量にもらって顎外れんでって思っとったら
めっちゃ食べやすいし美味しいやん。うん。うん、辛いわ。でも基本的にでもこれごま、うん、美味しい美味しい、ごまついててめちゃくちゃうまいな。これりゅうちゃん好きな味やん、ごまの、うん、ごま風味な、そう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 、これも自分で作った。うーん、これでしょ、りゅうちゃんがよく冷凍で買ってくるやつの、うん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 、手作りバージョン、うん、すごいな。前これ作りたかったん、りゅうちゃん。そう失敗した。看一下，美食，谁吃都是美食啊。嗯，要的。我老婆吃那个五谷凤爪，真的是。ティッシュください。気をつけてよ。我那个蛋是同じ組でよかったな。完美，它里边放的还有来柠檬。檬那就不行了。嗯。やっぱり今日は。そうそうそう。レモンの味がいいな。嗯。一休さん。ああ。みんな一休さん。なんか中国の料理っていうとこうお酢黒酢とかのイメージがあるけど、これは、うん、レモンでこれ美味しい。よかった、うん、かわいいからって一生懸命ご飯食べてる姿や。うわー、还有五谷凤爪又征服了我老婆。我得努力做五谷凤爪。今天就带一个单词，章鱼小丸子。たこ焼き。たこ焼き。啊！たこ焼き，たこ焼きの。如果喜欢这个视频，期待你的点赞、关注、评论和转发。我们下期见，拜拜。下期见，拜拜。